はい、どうも、今の日向です。ついにやってまいりました、この日が。私、実は大好きなものがあるんです。そうです。ドン・キホーテ。もう日向は昔からドン・キホーテがほんまに大好きで、お家探しの時にはお家の近くにこの付近にドン・キホーテがあるのかどうかっていうところも条件に入れるくらいドン・キホーテが実は大好きなんですけど、昨日の夜中に買い出しに行ってきました。本日ドン・キホーテで爆食いしてきたよ。日向、何買ってきたのっていう今日は動画でございます。まあ、まったり食べながらやろうかなと思うんですけども、ちょっとさ、昨日見つけてしまったちょっととんでもない商品、まず紹介してもいいかな。もうひな、この商品に出会ってから寝ても覚めてもそれのことばっかりしか考えられへんくて今日朝起きてからもそれ体感したんですけどもちょっと見てこれ、ちょ、こんなん出したらあかん。ドンキさん、うますぎ。いや、これな、しいたけのスナック菓子みたいな感じやねんけど、ほんまにしいたけなんですよ。で、コンソメ味がつけられてて、本当にもうこうまるっとしいたけみたいな感じなんやけど、もうこれがうますぎて、うん、もうなんかポテトチップスにしいたけの香りがふわっと香る、しかもほんまにしいたけなんかいっていうスナック菓子なんやけど、ほんまにおいしいねこれ。でもね、気づいちゃったことがあって、これさ、100g あたり439kcal あるの。これ大体 100g ぐらい入ってんけど、これ全部食べたら 439kcal 摂取することになるのね。え、それってどういうことかわかる？ポテトチップスでさえ 300kcal ぐらいなんだよ。それよりもカロリー高いの。で、別に栄養成分いいのかって言われたら、まあ確かにタンパク質は 6.5 ある。まあ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 、それなりにあるんやけども、439kcal は弁当ぐらいあるからね。やりすぎやりすぎ。だから油で多分揚げてるんやと思うけど、うますぎて。だからこれはね、本当にね、健康の仮面をね、かぶったね、大不健康お菓子ですよ、これ。大油でめっちゃ大揚げしてるわ、これ。ほのかに感じるこの甘さ、これやばいよ。食べたいの？じゃあ、指洋服で伸びないね。これどう思う、パトラ？椎茸の次に植物油だからね。まあ、だからほぼ油や。ほぼ油、しかもキノコってさ、油吸うの。うん。だから、高くなるんだろうね。だからこの炭水化物がお砂糖とかも入ってるから、うん、どのくらいの糖質なのか分かんないけど、でもさ、もうちょっとさ、カロリー抑えてさ、油使わずにさ、この味出せるよね、多分。出してみたいね。ゴールドアワー取ってますから。もうこれさ、ひな、もう寝ても覚めてもさ、もう忘れられへんくて、昨日の夜に買い出し行ってんけど、もう昨日食べてからほんまにこれのことばっかり頭にね、考えちゃってね、夜中ね、多分今日3時とか4時とかに、ほんまほぼ無意識でむくって起き上がって、しいたけ探して、食べてもう一回寝てたもんね。マジで？マジマジマジ。いや、それぐらい美味しいです。寝ても覚めてもしいたけでございました。で、もう一個、ひながドンキで衝撃聞いた食べ物、もう一個あるんやけど、これ。これやばい。むく生組。いや、これやばいよ。もうや、これ大好きなの。まあ、普通にむくって言っても本当になるので、ほんまにどんな風にむけるのかって言って別にそうでもないんやで。まあ別に、こう普通に、まあ、外側がちょっとしっかりしてる感じってだけで、普通にむいても別にぐちゃぐちゃなるだけなんやけど。で、そのまま食べるのが正解？そうそう。あー、うん、やっぱこれうまいわ、これ。やだこれ。グミやのに2食感味わえる。皮の食感とこの中の食感が全く違うから、中がぐにゅっとこう柔らかいキャンディーみたいなグミになってて、外は普通のコーティングされたグミって感じで、2層楽しめるんですけども、これもとにかく味がうまくて、もうねるねるねるねみたいな、その日はねるねるねる大好きなのね。それのもうちょっと少し美味しくしてもらっちゃうみたいな。これはぜひ食べてほしい。ちょ、パター食べてみて。どう？噛んだ時にこの外のやつがジュルってなんか向けるね。そう、そう、スライディングするよね。スライディングする。ぜひ食べてください。普段こういうの食べへんからさ、今日の撮影めっちゃ楽しみにしててドン・キホーテはもうテーマパークみたいだからな。そしてこれみんな気になるんじゃん。ひなちゃん、どんな柔軟剤使って、あれ、あ、これ洗剤やった。あ、この洗剤いいよ、なかなかあの手も荒れづらいしっていう感じやだしじゃーん、私、柔軟剤こちら使っております。この匂い大好きやないな。しかも大容量やからいいよね、使いやすい。でもこれ高い。うち実家の時に、うん、この柔軟剤使いたいって言ったら、これ高いからあかんって断られたことあるもん、一回。え、待って、みんなさ、ドン・キホーテのさ、購入品紹介とかってさ、興味あんのかな。もう全然関係ない話してもいい？今思い出したからちょっと話しとくかなと思って。結構昔っていうか、まあもう何ヶ月も前の話やねんけど、まあ、パトラも今年30歳になりましたね。
やっぱり30歳になってくるとほらお肌の曲がり曲がり曲がり角って言われるじゃないですか。ほんでパトはすごいやっぱこうお肌に対ケアをしてるわけですよ、未来のためにね。ちょっとシワつけてあげようと思って眉間をこうグーってしたのよ。ほんでポンって離したらね、あのくっきり線入ってね、ほんでもうなんか伸ばしても伸ばしてもほんまにもうその線が取れないみたいな、ほんまもうこの指のこの線みたいなのが入っちゃって泣きました。泣いたっていうか怒っただよ。怒り泣き。私のお母さんが眉間にシワ入ってて、でそのこのシワ入ったことも覚えてるね。入った瞬間、入った瞬間ってあるよ。シワってさ徐々にできていくもんや、入る瞬間とかってないって。入る瞬間があって、だから最近あの眉間にねボトックス打った。あ、そう、眉間にボトックスを打ってきたんや。眉間にボトックスを打って、もうシワをね、私は眉間にシワ入れるのが結構癖だったから、もう気をつけようと思って言うのもしてたのに、ヒナがグーってシワつけてきて、でもさ戻れへんと思わへんやん。思わなかった。いや、あのさ、普通さ、こう人の顔ってさ、こうやってさ、こうやって戻るやん。レイヤーもそうやって思って、なんかボトックス打ってきたんだって嬉しそうにしてたから、ぐーってやったわけですよ。え、ちなみにやられた時も、本当にやめて、本当やめてって言って、成功してるの私。でもひなほぼもう医者みたいな感じで、大丈夫だから。大丈夫ですからね。はい、大丈夫ですよ。ぎゅーってね。もう乾燥してるから。でもお肌の曲がり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 方やから今。泣くってでも。泣くじゃないよ。いや違う、ほんまにもうなんかボロ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 泣き出してえみたいな、えどうしようみたいな。でみんなもこうさ、泣かれたらさなんか冗談にならへんやん。だからさグーってこう伸ばしてもやっぱりこう戻んのよ。ドキューって伸ばしてくちゃって戻んねんな。うわやばいって思って、でパトラがちょっと一回見たいから写真撮ってみたいなって言い出して、でみんな一回カシャって写真撮って、ほんで見てこれはまずいと、ノーマルカメラやったらもうもっとひどく見えたから、スノーでやってなるべく視野見えんような光の差し込みのとこを口を見つけてシャッターをして見せて機嫌取りました。だからみんなダメですよ、人の顔にシワつけちゃっていう話でした。誰もつけようとするからね。で、まあ美容にちなんだ感じでこちらですね。みんなは結構この蜂蜜がすごい好きで、特に赤シカの蜂蜜がすごい好きなんですよ。癖アカシアの蜂蜜がすごい好きで、しかもこれ蜂の巣入ってんのよ。みんな蜂の巣も最近すごい大好きで、あのイタリアのホテルのビュッフェで蜂の巣食べてから結構蜂の巣好物になっちゃってマイブームになっちゃったんですけど、これ食べてみたいと思います。また1280円、高いやん。いやそんだけ入ってて1000円ぐらいだったら、うちのお母さんは買えません。まあね、まあね、じゃあ蜂の巣ちょ、まあねってやめてあげてよ。ちょっとうちのお母さん買えないですからねって言ったら、まあねって。ちょっと息ついてる。蜂の巣いただきます。じゃあ、うわー、これはもうたまんないですよ。見てるだけで誰か出ちゃいます。いただきます。うまいわ。あの蜂の巣ってどんな感じって言われたら、まあ、ガムみたいな感じ。美味しくなさそう。でもなんかもう口に残るよ。みんなは食感が好きなのよ、蜂の巣のこう噛んだ時にこうジュワッとこう甘い蜂蜜がクーッとこう広がるのがすごい好きで、クラッカーのせたりとかヨーグルトのせたりとかするのが本当に好きでよくやってるんですけど、これドンキのこれすごいええわ。これおすすめ、うまい。この量入ってて結構持つからね。うわ歯にすっごい残る。もう歯茎今全部。そしてこちら、みんな今年から始めます。ノートに書くこと。何よって言われたら別に何もって感じなんですけど、何でもいいから自分の考えてることだったりとかっていうものを文字に起こしていくのかなと思って、やっぱ可視化するっていうのと自分の感じてることとかこうやりたいこととかを字に起こすっていうのはとても大事らしいので、しかもできる人であればできる人であるほどノートって大きくなっていくらしいんですね。統計学の話だと思いますけども。でひなはもうドン・キホーテの中で一番ありったけの大きいノートを選ばせていただきました。だから将来ねもっとこんなん取り扱ってるかもしれないですね。そして私のマイブームのバスボブ、クリスカツバスルボール、じゃーん。これの見て、こんな風にね、シュワシュワシュワってしな、串カツが出てくんねん。レンコンか、うずらか、かぼちゃか、牛串か、ウインナーか、エビ。これ、面白いですよ。でもね、これ使った後、ほんまに
毒のお風呂入ってるみたいな色になって、なんかそれだけ改善をしてほしい。黄色でええやん、なんで紫なん。なんかお風呂入っても入ってる気せえへんねんこれ。さあさあ、じゃん、ビタミンのグミと、まあマルチビタミンのグミとビタミン C のグミなんやけど、まあまあまあ普通、うん、まあ普通にグミ食べるんじゃこれ食べてもいいね。と言いつつもね、1日ね、目安に2粒やで。誰が我慢できんねん、これ。2粒でグミ収まる人おるっていうのが本音です。どうかな。まあ、ビタミン C2 粒で 500g。うん。でも、まあ、2粒でビタミン C が 500g 入ったら、まあまあ、悪くないか。1日いつもだいたい 3000mg ぐらい、あのビタミン C をサプリメントで取ってるんで、まあ、12粒食べたら 3000ml 取れるから、まあ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 、悪くないかも。でも本来さ、摂取した方がいい量ってもっと多いよね。うん。ビタミン C ってか3000ぐらい取った方がいいもんな。あと体調にもよる。体調が悪い、風邪ひき気味の時とかは持っていっぱい取った方がいいけど、うん、これ原材料名さ、一番最初に入ってくるの砂糖、次水飴、ね、そうなんだよ。だから普通にめっちゃ美味しく作ってるって感じ。砂糖だからな。パトラではね、厳しいんで、添加物問題。お砂糖じゃなくてさ、ラカント使ったお菓子ってなくない？高いからやろな。ちょ、ドンキホーテシナコおったんやけど、これ焼いて食べるのがおすすめってこうモニターで言ってました、しなこが。ドンキホーテさ、友達おんの普通に考えてやばいよ。こっち焼きマシュマロ大好き。これ子供喜ぶだよ、これ。あ、いや、あ、いただきます。しなこんちゃん、うまい。いや、見て、面白いサクされてる。グミとか入ってる。へぇ、うまい。そしてもちろん、ドンキホーテといえばこちら、パーティーグッズ。じゃーん、ヘルブルゼこれ。いや、ヘリウムガス、でもさ、ひなさん、昔さ、吸ったことあるんやけどさ、いや、もともと声高いやんか。だからさ、え、ひなとやっても変われへんやんって言われたことある。あんまりそうか、やってみようか。はいどうも、インマーム日向です。今日は本当に来てくれてありがとうね。あ、結構があったね。しんどい。え、すごい。そして次、コナンのあれですね、エッグチョコ。これ本当に大好きでね。1個2、300円するから、まあちっちゃい時買えなかったんですよ、これ。でも大人になって買えるようになって本当に嬉しい。でもコナンが好きなわけじゃなくて、みんなチョコが好きなのよ。だからチョコが本当にチョコ食べるために買ってるようなもんですね。ああ、もうなくなっちゃった。ほんまに4水5水ぐらいでなくなっちゃった。いやでもいいんじゃないですか、これ1000円ぐらいで買えるんで、割とコスパはあれですけども、楽しみましたね。で、本当これね、さっき言った通り、本当にこのね、エッグチョコすごい好き。でももう今チョコ食べたらマジすぐニキビできるから、食べたい。でもなんか大きいよな、ご飯食べてからやったから。ちょっと一口食べよう。やっぱさ、小さい時にさ、こう買ってもらわれへんかったやつってさ、あの、なんていうの、高級感あるよね。え、パトラないか、ちっちゃい時に買ってもらわれへんかったやつなんて。だってお嬢様やもんね。でも確かによくエッグチョコ買ってもらって。え、買ってもらってた？なんか3年に1回とかやったのに。ママが箱で買ってきた。箱で買ってきた？エッグチョコ？ママも好きだったから。エッグチョコ？すごいな。いただきます。これね、中ちょっとホワイトチョコなのがいいよね。うわ、うまっ。いや、うまくないんやで。もちろんさ、ダースとかのチョコの方がうまいですよ。これは本当にあの、小さい時の思い出が詰まった味って感じ。でも、今食べたら結構甘い。ほんでさ、味覚変わってるわ。甘すぎるの食べられへんくなってるわ。ずっとさ、結構パトラといるから、健康食を意識して食べるようになってから本当にもう 2,3 年ぐらい経つんやけど、あのね、ジャンキーなものもちろん大好き。ピザとかすごい好きやねんけど、甘いチョコとか食べられへんくなってきてるわ。複合的に見てやな、メリットはないやん、美味しさはあるけどっていうのを知ったりとかしたら、もう食べんでいいか、他にもっと美味しいものあるしなとかって思っちゃうよね。これ人ってすごいで、ほんま、はい。いらね。そして、まあ最後になるんですけども、対象年齢8歳以上のルービックキューブ、
これひな初めてのポコへのプレゼントです。ポコ今0歳なんですけども、あえてルービックキューブ対象年齢8歳以上のやつを渡すことによって頭を知能をぐん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 上げてもらおうと思って、ひなはねポコをクリエイティブに育てる担当なので、赤ちゃんでもさ色ってわかるやん。でいつかこうガチャガチャ触ってるうちにさ何か掴んでくると思う、これ同じ色に全部したいってなってくる年が来ると思うね、ひな。だからそういう思いも込めてあえてね複雑な4つ、赤ちゃんってバラバラしたりするやん。でバラバラになれへんし別に舐めてもかじっても全然大丈夫やろこれ。だからこれにしました。なんかねここに何か買ってあげたいなっていう気持ちはすごいもう生まれた時からあるんやけど、なんかさひな意外と気遣い、なんか自分のさ赤ちゃんとかってさ自分が選んだ服着せてあげたいとかさ、あんまり家に物増やしたくないとかって思うのかなって思う。だからそういう思いもあってプレゼントっていうのをしたことがなかったんですよ。服とかね、もうルービックキューブとかはいいんじゃないかなと思って買いました。子供ちゃんってこういろんなおもちゃで遊ばすよりも絞ったおもちゃで遊ばす方が脳がクリエイティブに育つらしいので、なんかそういう思いも込めてこれを買ったんですけど、でねいつかね僕が大きくなって別室こう奥いっぱいこう行ってピカーンってスポットライト当ててこれ見てルービックキューブ、友達これ何、これの日向からもらって、あの日向ってなるようになるまで日向は頑張ります。いろんな思いと目標を乗せて届け、喜んでくれるかなー。モグリとかはだってみんな興味ないでしょ。雑穀米とかさほんまにガチのひなの普段の健康食って感じ。まあ甘栗はあのこれ何も入ってない原材料が有機栗だけなので感触にすごいいいかなって、タンパク質も取れるし炭水化物も取ってパワーも出るしっていうので小腹空いた時にいいんじゃないかと思うので買いました。ジップロックにしてもらっていいですか、ドンキホーテさん。それだけお願いします。でまあこれは普通にお米に混ぜて食べたら食物繊維とか栄養価高まりますよっていうやつなんで、8食分で300円入ってるんで普通に 2,3 合を1回炊くときに1袋入れるっていう感じでいいよね、雑穀米、うん、でまあ今回ねチュールとか絆創膏とかそういう輪ゴムとかも買ったんですけど、まあそれは抜いてとしてまあ大体2万円弱ぐらいですね。高ー結構買ったね。でも意外と一番高いのがルービックキューブかも。これ2、3000円ぐらいした。焼き芋も食べたんや、昨日帰りに。焼き芋ドンキの焼き芋ね、ほんまに美味しくてよく買うんだけど、ぜひ買ってみてください。焼き芋大好き。今日はこの後ブルーノーマーズ様のライブに行くんですよ。うわー楽しみ、結構楽しみ。どんな気持ちになるんやろう。まあ、明日からヒーサロー行くでしょ。髪の毛ドレッドするでしょ。ジャラジャラここにつけてたら完全にひな楽しんだやなって思っといてください。何も突っ込まないでくださいね。そっとしておいてください。今日はね本当にドンキホーテの購入品ただただ紹介させていただいたっていうのんびり動画になりましたが楽しみましたでしょうか。私はすごく楽しみました。もう久しぶりのドンキで、本当はなんかねちっちゃいバイクとか売っててそれ買おうと思ったんやけど、耐久重量が20キロとかやったらひな今もう58キロぐらいあるから無理なんですよ。諦めました。結構久しぶりの挫折って感じでした。皆様もぜひ良いドンキライフを送ってください。今日は動画最後まで見ていただきありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。今日もいい夜過ごしね。グッバイしようしたとでした。うっそー。Just a moment ago